どうも、しゅんです。こんにちは。こんにちは、みなみです。こんにちは、日本女子大学3年の弘中ゆりです。というわけで、今回はですね、特別編ということで、あの有名なサントリーさんから優秀な社員さんに来ていただいて、サントリーの魅力をですね、説明をしていただきます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。サントリーの優秀な社員の豊丸と申します。おー、前振りのハードルがすごいね。ラスティングがすごい。ちなみに4日前ぐらいにお願いしたんですね。そうです。ハードルはちょっと若干下げていただけるとな。スライド昨日作ったんです。ということで、サントリー社員がサントリーの魅力を話してみたと。ということで、改めて自己紹介から始めます。私ですね、豊真根誠司と申します。なかなか珍しい逸材をしてるんですが、豊真根ってカタカナで、活動してるんですが、これ本名でして、こういう名前をしております。まずですね、サントリーで何をしているかというところから話を始めていきたいと思います。サントリーの事業って大きくですね、結構イメージがあるのは、お酒、ウイスキーの角瓶とか、ビールのプレミアムモルツみたいなお酒の事業と、清涼飲料水、天然水であったり、コーヒーのボスであったりと。まあ、サントリーは食品って呼ぶんですけど、種類食品が、まあ、イメージとしてはメジャーだと思います。で、一方でサントリーって飲み物の事業以外にもいくつか事業をしてまして、ごまのセサミっていうサプリメント、健康食品で、ね、CM でやってる、あの膝とかにいいやつですよね。そう、それはグルコサミあと外食、サントリーレストランを持っていたりとか、あとは花の事業とか野菜の事業とかもやってます。で、僕はですね、この、ヘルスケアの部分ですね、健康食品のところに今おります。新卒で、入社してすぐにこのヘルスケアの、サントリーウェルネスという部分に、配属をされまして、今4年目と。で、このウェルネスで今何をしているかと、言いますと、一番最初ですね、いわゆるお客様センター部門に配属されました。サントリーウェルネスというのは、いわゆる D2C、企業が直接お客様に商品をお届けする形態を取っているので、お客様と直接やり取りをします。で、お客様との関係がすごく大事です。なので、このお客様センターっていうのは、まあ、なんかコールセンターっていうと、なんかちょっとなんか地味なイメージもあると思うんですが、すごく事業の根幹に関わる重要な事業だと思ってます。3年半ここにいまして、ちょうど去年の9月、広告媒体の部門に異動になりました。これ同じウェルネスの中で、広告媒体の部門に異動しまして、仕事としては広告の発注ですね。いろんなこう媒体さんが、ここの広告の枠、いくらで売りますよって言ってるところを発注したりだったり、その発注した広告がどのくらい効果あったのっていう管理。あるいはそれを見て、今後どういう方針で発注していこうか考えて、開発をしていくといったようなことをしています。就活チャンネルということで、なぜ僕がサントリーに入社をしたのかということを、説明していきたいと思います。結論から言いますとですね、サントリーってやってみなはれっていう言葉と、水と生きるっていう言葉があります。結論から言うと、この言葉がグッときたんですね。これにつきます。実は結構就活をあまり時間をかけられずにやっていたところがあって、結構直感的に就活をしていったんですね。で、この2つの言葉がとにかくいいなと思って最初ここに去ったのが一番大きなところです。逆に言うと他の会社はグッと来なかったんですか？グッとこう、まああんまり言うとちょっと他のとこ下げるとあれですけど僕メーカーサンプルしておけてないです。あ、メーカー以外の会社はどうだったんですか？メーカー以外の会社はもちろんグッと来たところもあればグッと来なかったからみたいなところもありました。なるほど。僕大学時代工学部の都市工学科という学科にいました。今、模型の写真を出してるんですけど、これ理系ですか？すごい。すごい。まあ、作れるんですか？理系なんですね、多分。あ、そう、理系です。で、これ結構忙しいんですね。建築みたいな感じなんで、結構なんか生物で泊まり込むようなやつもいるぐらい結構忙しい学科ですと。かつ僕大会のボート部だったんですね。で、ボート部ってある大学多いですけど、あんまきついんですよ。かなりハードな部活でして。確かにこの間立教大学の。まあ、そう。そう。え、どうですか？はい、就活相談できてて、忙しいって言ってました。そう、大変だって言ってました。ボート部は大変です残念ながらこの分得た部分もすごく大きいと思ってるので、これをもし見ている東大の新入生がいたらぜひボート部に3人くらいしかいないですよ忙しい時は忙しいということで、すごく、まあ、時間がなかったんですね。忙しい時は忙しい中で就活をした結果、まあ、言ってしまえばノリで就活をしまいました。結構時間ない中で、まあ、ある程度会社の数も絞って、ちょっと OB 訪問、OG 訪問もそんなにせずという感じで、してしまいました。個人的にはもう少しいろいろ考えた方が良かったなと思っている部分はあるので、これを見てくださっている就活生の皆さんはぜひいろんなことを考えて、いろんな情報を取って時間を使って就活をしてもらえればいいなと思っています。で、その就活をするには考え方なんですけど、これ僕の大学生冒頭のぐらいの写真で何人ですか？サルジャラケーシュ。だいぶ雰囲気違うんですよ、この頃。なるほど。昔からこう、とにかく面白いものを作りたいなと思ってたんですね。で、それが今のパワポゲームの活動につながってるんですけど、面白いものを作りたいなと思って、最初デビュー曲を受けたんですよ。まあ、日程テレ朝みたいなところを受けて、まあ、アイナに撃沈しました。まあ、枠がね、少ないからね。そうなんだ。そうなんですよ。確かにテレビ局って感じではないですよね。あ、この見た目そうですね。そうなんですよ。やっぱ色んな人いるからですね。まあ、確かにそうですね。
ちょっとこう間口を広げて本業とか持たずに直感的にあここいいなと思った会社をつまみ食い的に受けました。つまみ食い的に受けた結果与えてもらえた中であいいなと思ったのがサントリーだったという流れです。どんな人がサントリーに向いているかという話をお伺いしていきます。向いているっていうのは結構難しい質問だと思っていて、基本的に会社で活躍できる人っていうのはどの会社でも基本的には本質は一緒だと思ってます。サントリアンって言うんですけど、サントリアンでしょ、すごくサントリアンってこういう人が多いなと思っているイメージがあるので、そういうイメージが確立されてるってことは多分サントリーの人事の人はそういう雰囲気を持ってる人を取ってるんだと思うので、そういう人が向いてるんだと思ってその話をまたします。質問なんですけど、シュウ君、サントリーの社員ってどんなイメージありますか？透明感があって爽やかで水泳が得意そう。水泳水となんか名前が付くのかなっていうのと、あとはまあ人間的にいい人が多いなっていうイメージはあります。顔は濃いのはトラバレさんぐらいかな。こそはトップクラスでやらせてみるしゃべる。平田さんどうですか？飲みさん出身が多そう。飲めそう。お酒好き。そうです、そうです。実際イメージ結構お酒好きとか、ノリがいいとか、あとなんか爽やか、まあ、ちょっと言いましたね、いい人が、あとなんかまあ自然とか好きそうなイメージあると思います。そういうイメージ持ってると思うんですけど、残念ながらそのイメージを完全に倒す。すごい、これがサントリーのすごいところだと思うんですよ。僕自身ですね、入社前にサントリーってこういう人多そうだよなとか、就活してる中で人事の人こういう人多いなっていう感覚があったんですよ。で、そういうのってぶっちゃけ結構人事で広告塔とか言われるんで、なんかそのすごい人当たりのいい人とか、まあ、なんか綺麗なお姉さんとか、なんか会社こう配置して、なんかちょっといい雰囲気持たせて実際入ったら、おギャップすげえとかよくあると思うんですね。僕はこの会社全くなかったですし、周りの人もそういった人すごく多いです。で、その言葉を3つの言葉で言い表すと、1個目が人間らしくっていう言葉なんですね。まあ、人間らしいってすごい昔 の、 あのサントリーのウイスキーですね、トリスの広告でして、ハイコーケンさんっていうサントリーに昔いた有名な小説家の方が書いたコピーなんですけど、人間らしくやりたいなという言葉をサントリーの人すごく重要視してます。人間らしい人、例えばこうなんか結構なんか冷徹にズバッと切るみたいな感じの人よりはちょっとやっぱり優しい人間臭い人みたいな感じが多いと思う。なるほど、なるほど、なるほど。で、2つ目が圧倒的愛社精神。本当にサントリーの人はサントリーが好きな人が多い。僕自身この会社すごい好きですし、サントリーって会社のことも好きだし、商品も好きだしっていう人がすごく多くて、これは組織として本当にすごく強いことだなと思ってます。で、3つ目が理念の浸透度がエグいなと思ってるんですよ。こういう企業の理念って、なんだかんだこう偉い人が上の方の会議室で決めて、はい、うちの理念これですって言って、なんか偉い人言ってるんだけど、まあなんか別に偉い人言ってるけど、うちの俺ら関係ないねって思ってる会議室がないと。めっちゃよくあるですよね。めっちゃよくあるあるです。だと思うんですよ。ただ、サントリーは、いやいや、サントリーがやっぱりやってみやがるでしょ。水と生きるでしょ。で、あと、利益三分主義っていうのは、その儲けたお金を自社のためだけではなくて、社会のため、お客様のために使いましょう、利益を分けましょうっていう考え方なんですけど、まあ、こういう考え方が、上の方の人が言ってるだけじゃなくて、一番下の人間まで分かってる。なるほど。ここがもう、スマッと上から下まで通ってるっていうのは、本当に組織として強いと。あと採用も絶対上手いんでしょうね。今回この動画撮るより人事の課長に許可が出るから人事上手いと思うか。今回許可を取った課長の方が、あの僕が就活生時代に合同説明会で一番最初にサントリーという会社に触れて、かっけえなこの人と思った課長の方だったんです。人生はご縁、15人ご縁ですね、はい。サントリーって会社は何回もやってみながら挑戦の歴史を持っていて、例えばビール事業ですね、これも随分前に作ったものではありますけど、もう当時はもうビールといえばアサヒでしょ、キリンでしょっていう時代から、ね、プレミアムモルツって新しいブランドを作って、この先世の中に浸透している、まあ、僕ビール飲めないんですけど。え、小山さんってお酒飲めないんですか？飲めないです。なんでサントリー行ったんですか？あ、それめっちゃ聞かれる。会社入ってもめっちゃ聞かれるの。それ弱い子もいるけど好きな人、そう、好きな人やっぱり多いと思います。やっぱり先の会社なんで、お酒飲めないってなったら結構しんどくないみたいな、はいはい、言われます、ね、飲めよみたいな。ただやっぱりサントリー酒作ってるからこそ、その適正飲酒をすごくやっぱりプロモーションとしてやっぱり会社として持っていて、商社とか金融の人 の、 あの飲み方よりは多分ずっといい飲み方をしてる社員が多いです。適正、いやすごい勉強だったそれ。ちなみにあの広告代理店出身の皆さん的にはどうですか？いや最高ですね。広告代理店だと部署によるので、めっちゃ飲むのが好きな人が集まる部署もあるし、別に飲めない人もいるし、まあいろいろいろんな人がいます。そうですね。そこはなんとにも一緒で、やっぱり営業の人が飲みます。でも僕が一番言いたいのは、お酒を作って、お酒に魂込めて作ってる会社だからこそ、お酒ってのは楽しく飲むんですよ。なるほど。お酒をこう苦痛にするっていうのは、お酒への冒涜なんです。
これ広めたいね。そう、違う。これちょっと、あと、あのハイボール文化、ウイスキーっていう飲み物って、うん、もうちょっと前までずーっと見出されてたんですよ。そうなんだ。30年ぐらい前まではいい感じのお店でこう綺麗なこうシュッとしたグラスにこうコンコンとこう入ってくるようなものだったハイボールで、それをサントリーがウイスキーを売るために、いやハイボールっていうのは食事と一緒に飲むものだ、食事のビールと一緒に飲むものだっていう文化を作り上げた。その結果こんだけ今世の中ウイスキーが売れてるんです。ハイボール文化を作ったのはサントリーですよ。それってプロモーションとかいろんな施策を打ってっていうことですか。もちろん 今まさにそのプレミアムモルツでビールってやっぱ泡が大事なんだよっていう文化を届けてほしい。いろんな人に影響を与えるところに携われるっていうのはめちゃくちゃやりがいは感じそうですね。生活文化創造企業っていう言葉を使っていて、その今までなかった新しい文化を作る文化、でそれで社会により幸せをもたらすっていうのがサントリーっていう会社なんです。なるほど。さらにあと新しいコーヒー文化、ペットボトルのコーヒーってちょっと前なかったじゃないですか。コーヒーって言ったら自動販売機で、まあ、なんかこうあのタクシー運転手のおっちゃんとかビニールパンとかがポチッと持ってそのまでグッと飲み干して捨てて帰るっていうのがコーヒーだったんですよ、はい、それをクラフトボスが変えたんです。若者がペットボトルの 500ml でチリチリ飲む、常温になっても少しずつ飲んでずっと美味しいっていうペットボトルコーヒーって文化を作ったのもサントリーです。これすごい。あのクラフトボスマジで美味しいですよね。クラフトボスマジで美味しい。マジで美味しい。カフェオレの方、カフェオレの方、カフェオレボンブラックやん。市場が縮小してる缶コーヒーに対して若者って新しいお客さんを連れてきてコーヒーの文化をより広めたのがクラフトボス。ペットボトルできなかった理由って何ですか。これできたらしいんですよ。技術的なものじゃなくて作ったけど売れなかったらしいんです。だからかを作ったんだけど、そうなんですよ。売り方の問題なんですよ。なるほど。マックの使い方を知っている若者がマックの横に置いてチビチビ飲むっていう飲み方を提案したからペットボトルでも売れたんです。へえ、面白い。ちなみに牛乳もペットボトルでいけるらしいです。だけどやんない。そうです。まあ売れない。日本では見ないですよね、ペットボトル。そうそう。アメリカ、海外だと中国もヨーロッパも全部そうペットボトルなんで。できたの。それそれそれ。市場を作ってるし、文化を作ってるし、価値を作ってる。なるほど。かっこいい。かっこいい。やばい。入社したくなる。ていうか、僕サプリメントのところにいるのに、こんだけ語れるんですよ。確かに、すごい。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 サプリメントも話しするの長いんですけど、今回ちょっと一回割愛してるんですよ。なるほど。こういう人がいるから、こういう挑戦の歴史があるんだよって話をしたんですけど、この人とか理念って僕すごく大事だと思ってます。うん、僕、飲料メーカーに入って健康食品の仕事してますし、飲料メーカーに入って飲料扱うかって言ったら、もしかしたら人事をするかもしれないし、経理をするかもしれないし、総務の仕事をするかもしれないと。だから、僕は飲料メーカーに飲料が好きだから入る人はすごく危険な考えだと思っていて、どっちかっていうと、どういう人と働けるのか、どういう理念を持った会社、組織に属せるのか、あるいは単純に分配給料がもらえるのかっていうところを一番主眼に置いた方がいいと思ってます。まあ、ぶっちゃけなんかその広告会社入って広告扱うのかなと思ったら毎日エクセルとにやれっこみたいなお姉さん。はい、私です。一番大事なのはどういう人と一緒にいるかとか、どういう組織に属してるかっていうところがあって、そこをまず考えてみたいと思います。分割してるときに、なんか明確に、あ、こういう人おりゃと思ったことはあまりなくて、その直感的にやってたんで、練習が進んでいくうちに、あ、いい人だなと思ったっていうのが、今、4年間で言語化されたみたいな力。やりたいことを考えるときの向きっていう話なんですけど、就活するときに、この横軸で、メーカーかなとか、インフラかなとか、広告かなとか、で、マーケティングかなみたいな感じで、僕は少しくではなくて、縦軸で自分のやりたいことを考えた方が自分の身になると思う。で、例えば今このマークしてるのは、自分の成果が目に見える仕事、あるいは僕の場合はこれがこう物事を噛み砕いて誰かに分かりやすくかつ面白おかしく味付けをして伝えるってことができるとすごく自分楽しいなっていうのが、まあ、仕事をしてる中でもそれなんかも分かってきたんで、仕事で、できるように頑張ったりしてますし、それを突き詰めたらパワポ芸人の副業になりました。ちなみに気になるんですけど、パワポ芸人の副業は会社的に OK なんですか。 OK です。副業 OK なの。副業 OK です。じゃあ堂々とパワポ芸人できるんですね。すごい。堂々としてます。で、サントリーのキャリアの話をしたいと思います。はい、でここはですね、実はあんまり僕らしい話はできないんですけど、いわゆるこのジョブローテーションですね、だいたい 3,4 年で部署に移動するっていう 3,4 年ってことなんですね。そうですね。いわゆるキャリア形成支援の制度もあって、心がある会社は多分あるのかなと思うんですが、いわゆるこう手を挙げて選考に受かれば海外に1年修行できるよっていう制度だったり、こう1年間普通に仕事しながらプライベートの時間使ってめちゃめちゃビジネスを勉強したら自分で、まあ、好きなところに行かないで医療できるよっていう制度とかがあったりします。それ実際使われてる方もいらっしゃるんですか。もちろんいっぱいいて、僕の同じ部署の先輩がそれ使って今海外で仕事します。さて、副業の話をさっきもあったんですがちょっとしたいなと思っていて、
で、まずサントリー副業できます。さっきも言いましたが、僕サポ芸人申請して承認もらって、ちゃんと大手を振ってやってます。素晴らしい。承認もらってるんだ。一応申請承認があるんですけど、サポ芸人っていうものをやってまして、ぜひツイッターフォローしてほしいんですけど。いや、面白いですよね、サポ芸人の豊丸さんの。パワーポイントの世界は奥が深いんです。概要欄の URL。概要欄の URL に、準備に貼ってもらいます。はい。フォローお願いします。ツイッターに、パワポでいろいろ上げてたら、まあ、いわゆるこう、バズるということを何回かしてまして、その結果、スライド作成の代行とか、セミナーとか、コンテンツ作ったりとか、ちょくちょくやってます。なんでその、じゃあ、サントリー商社ながらパワポ芸人になったかっていう話をすると、まあ、そもそもとにかくコンテンツを作りたかったんですね。最初、テレビ局に行きたかったぐらいなんで、コンテンツを作りたいと、とにかくずっと思っていたというのと、僕今日人前で話すとか、プレゼンがすごく好きなんで、そもそもパワーポイントを使うのがすごく好きだったんですね。で、アドビがちょっと高いので、左でもよかったんですが、時間に合ったパワーポイントを使って、で、まあ、仕事でも使っているので、手がしやすかったパワーポイントを使って、まあ、操作スキルですね。僕、ショートカット機大好きなんで、そんな人いるんですか？ショートカット機大好き。初めてその話聞きました。好きですよね、はい。あ、僕の豊丸さんから共通です、そうです。マウス使わずに、エクセルパワーポを操作できる。それやりたくて、もう本買いました。でも資料のストーリー構成、まあ、今日もざくっと区切り下書きしてから作ってますけど、あとデザインですね、とか、文字なく図で示すっていう思想だと、まあ、結果、パワーポゲームがバスカンしたという流れです。僕はめちゃくちゃ特殊な例だと思いますが、サントリーは副業スキルも見つけられるし、副業もっていう。あ、そうです。はい。副業をしていることによって、副業をしてない社員から、やんやんやんや言われたりしないんですか？そう、強いんですよ。僕結構これ驚いてて、なるほど、みんな前向きなんですよ。おなんか、これ本当面白いね。本当に面白いんですよ。すごい。楽しそう。本当に。楽しそう。本当にだからさっき人間らしいって言ったら、そういうところに出てると思ってて、そういう人が本当に多い。で、今日この動画も、それこそ人事の人にいいですかって、もう結構ダメ元で聞いたら、もう秒で OK。秒で OK。すごい会社。それも面白い企画持ってくるんだよ、とか言われて。褒められる逆に。あ、すごい。全体として終わりなんですが、質問タイムでも何かありましたら。転職とかは考えてないですか？今、直近では考えてないです。僕、実は会社入った瞬間は、多分この会社一生はいないだろうなと思って、実は入ったりとかあったんですよ。ただまあ、やっぱり働いててすごくやっぱりいい会社だし、今すぐにどうってことは考えてないです。ただ、どっちかというと、僕はもちろん仕事も頑張りつつ、このパワポ芸人をなんかどんどんもっと応用できないかなっていうのを、むしろ考えてます。所属しているそのサントリーで実現したい夢みたいなことがあるのかどうかと、選考を通してなんかこの会社いいなと思ったということですけど、具体的にどういうところが他社と比べていいなと思ったのか。ちょっとこれまだちょっと漠然としてるんですけど、僕やっぱコンテンツを作りたいです。なんで会社の中でコンテンツを作る人間になりたいなと思ってるんですよ。もちろんサントリーで実はデザインがあるんですよ。サントリー社員としてデザイナーがいるんですよ。だから僕はまあそういうなんか本当に美大出てるようなガチのデザイナーじゃないんだけど、その会社内でコンテンツを作るっていう仕事ができて、かつそれが新しい文化につながる仕事ができたらいいなっていうのは一個思ってます。で、2個目に関しては、人間らしいっていう部分に結構つながるかなと思うんですけど、僕、ありのままを全部さらけ出して、それでも泣いてくれる会社に行こうと思ってたんで、全部正直に言ってたんですよね。酒飲めないんですよね、話をしても、ああ、そうなんだって、こう、全然こう、フランクに受け入れてくれるし、酒っていうものをどう考えてもらうじゃないですか。なるほど。で、まあ、僕自身はお酒はあんまり飲めなくて苦手ですけど、酒っていう、まあ、一種の発酵食品は、やっぱり人間のいろいろ文化の積み方の中では、やっぱり一つのすごく重要なファクターとして存在するんだと思うんで、僕自身は、飲むことはそんなにできないけども、その勉強はしたいし、好きな、ものではありますみたいな話はしたと思います。そのまま言いたいね。いや、バレますよ。みんながみんなお酒大好きなわけじゃないかっていうことを分かってる人が社内にいたからこそ、それこそアルコール 3% のこれよりみたいな商品が生まれたはずだし、みんながみんなお酒飲める、お酒大好きって言ったら、そう、多様性がなくて、多分組織って弱いんですよ。僕みたいな人も必要だよねってことを言ってもらった曲があります。おもうみんな知ってるから知ってる、知名度みたいなところ。そう、僕会社入ってめっちゃ思ったのが、みんなが知ってる会社がいい会社は必ずしもない。カンブリア系でも見せてこんな会社学生の時聞いたことなかったけど、めちゃくちゃいい会社だ。めちゃくちゃ違う。カンブリア系で最高ですね。テレビ東京ビジネスオンなのでやったその概要欄に貼ってあるの。テレビ東京ビジネスオンで2倍速できるんで、 CM もないので WBS も。具体的に選考ってどんな感じのフローで何分間の面接でとか、どんな感じだったんですか？まず ES があります、はい、で ES 通ったら2人1組で受ける一次面接
が多分普通に10分ぐらいの普通の面接があって、でそれ通ったら、1対1の面接が確か2回あって、はい、でそれがこれ面白いのが、それが終わるとなんかメンターみたいなのがつくんですよ、人事の人が。面白いのが、こっから私は味方です。豊丸くんをいかに偉い人に採用してもらうかをもう一緒に考えようと。すげえ。豊丸くんが偉い人に、採用してもらえるかを一緒に考えようって、こっちが立ってくれるんですよ。すげえ。そんなことある。2時、3時とやって最終ですか。多分4時か5時でか最初だったと思います。で最後はお台場にあるサントリービルっていうの一番上のこうガラス張りのこうあの中身のいい部屋でこう3人偉い人を入れたんですよ。逆に言うとグループワーク的なものはなかった。おっ、グループワークなかったです。結構飲食でもなんかケース面接多いって聞くんですけど、サントリーさんないんですか。だから何だろう、なんか俺前回同じの言ったけどなと思って聞かれても大体そうなんですよ、普通に。その面接で会社精神と人間性を見てるっていう。そうですね、人間性だってめっちゃあると思います。なるほど。だから多分こいつなんか、まあ、曲の性格はどうだなと思ったらプロだったりして。なるほど。トラマネさん性格いい良さが滲めてる。確かにねこの動画見てめっちゃいい会社だな、入りたいなと思う方何人もいらっしゃると思うんですけど、何人も全員だと思うした方がいいとか、ここ押さえておいた方がいいなっていうポイントがあったら教えていただきたいです。そうですね、じゃあ最後の就活生の皆さんに一言という、はい、話をさせていただこうと思うんですが、就活ってどんな感じだったかって、僕どっちかっていうとまあ時間がなかったっていうのもあって、ありのままを全部さらけ出してで、取ってくれる会社に選んでもらおうってことを考えてました。サントリーという会社にご縁があって、来たんですが、技術を磨くことが大事だと思ってます。そのサントリーに限らず課題を見つけて、対策を考えてそれを実行したっていう経験をちゃんと自分の中でストーリーとして持っておく、会社のことを知るみたいな、技術は大事だと思うので、僕みたいにその無理で就活せずに、サントリーに限らずその技術は磨いてほしいなというのがまず一つ。じゃあサントリーに受ける人にどうかっていう話でいくとですね、やってみながらだと思うとね、サントリーって ES に A41 枚白紙があって、はい、その1枚にあなたの挑戦と想像の歴史を表現くださいっていう ES があって、今出してるのは僕が実際の ES で、法学者の ES 公開だ冒頭部の2年生のインカレの決勝に進出が決まった直後のレース直後の写真ですね。インカレって4年生まで出場するレースなんですよ。シーズンの強豪校って基本的に高校から高校やっている選手がいて、全員大学から高校みたいに見たんですけど、決勝に進むって4位に入るとかすごい。で、まあ、それができたっていう、ある意味挑戦して成果出せたっていうことを A4 1枚に表現してくださいっていうのが、もしかしたらそのサントリーの就活の一番のミソかもしれないです。僕すごい言うように言いましたけど、そんなにすごいように言えないエピソードしかない人も逆にもっとすごい人を持ってる人もいると思うんですが、まあ、最初はこう自分がいかにそれが自分にとって挑戦だったのかっていうことがうまく表現できれば、いいのかなと思います。実際に入社されてる社員さんも超スペックが高かったりとか、例えば学歴がすごかったりっていう人ばっかりではないってことですか。もちろんそうです。普通にテニサーで勉強もすごく頑張ったわけでもなく、普通にゆるゆるやってたっていう人も中には出ていますし、僕は国家東大ですけど、なんか学歴めっちゃいい人ばっかってわけでも全然ないです。じゃあ受けてもいいってことですか。もう全然受けてください最後やってみやはるというか、そうだ、好きなのでやってみやはるというはい、ということで本日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。サントリーの魅力と豊丸さんの魅力がすごく伝わってよかったです。その転職業界あんまり興味なかったんですけど、少し興味持ったので今回話参考にさせていただきたいと思います。びっくりしたのは適正な量のお酒っていう話があったので、人の人生を豊かにするためにありたいっていうその企業意識みたいなところがもうグサッと来まして、心にクリティカルヒートしました。最新のあれを。ということで、はい、本日は豊丸さんありがとうございました。ありがとうございました。